皆さんこんにちは。今回は伊地家第一ホテル神楽さんのご紹介です。ご視聴よろしくお願いいたします。それではどうぞ。あった神楽、こここちら認知症早いでしょ。でもね、僕18年ですよ。え18年、18って何？昭和18年。18年って言ったら13ぐらい上ですね。1943年です。13上ってことは79。もう今月で大台です。すごい、80。あらららら、めちゃくちゃ元気じゃないですか。いや、コロっていくか分かりませんけどね。コロはいいんですけど人生楽しめれば、まあまあね。あ、そうですか。すごいですね。いや、成り行きでズル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 、なんすかズルズルって。成り行きで、ね、ずっとこっちです。いや、定年が名古屋の会社だったんですよ。名古屋。ほんでどこ見えたんですか。いや、まあ、食料品販売ですけどね。食料品販売、でそこで定年で、こっちへ来てもう20年。環境メリーじゃないですか。違います、違います。はい、そんな大きいとこ違いますわ。どこ見えたんですか。いや、大したことないです。そんなことないでしょ。いや、ほんまに。ほんで定年退職して、もともとこっちの方だった。いやいや、最初は山口ですよ。山口。これで山口定年して、ええ、定年した会社へ入社して、そのままずっと勤め上げて。定年して会社へまた入ったんですか。ここへね。あ、ここの伊地家第一ホテル。そうあ、だから名古屋で定年で、ええ、それからまたこっち入ってもう20年来てますからね。すごいですね。いや、魚釣りに来て。魚釣りが趣味なんですね。思いあったんですよ。思いをしたんですよ。何か釣れたんですか。いや、魚ですけどね。魚釣り結構釣れるんですか。当時は釣れたんですよ、うん、今はもうあんまりね。そうなんです。あれでしょ、気候変動でだん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 ね。なんかそんな感じですよね。それとこっちが年取ったから、船乗ったりとか、急い上がったりとかいうのはできませんですもんね、うん、だから岸壁でひたすら。そういうのがいいんでしょ。すごいですよ。アジでもこれよりもうちょっと大きいやつが2、8匹とかね、うん、まだ釣れます。それぐらいはサビキで釣るんです。そう。まあなんかいいなあ。でそれで唐揚げとか塩焼きとか。ね、ちょうどね、水洗いしていて丸干しってわかります。ああ。ナイフを全然入れずに、はい、そのまま、はい、風に当てるんですよ。3時間から4時間ぐらい。はい、あ、そうですか。それ以上当てると海水の塩分濃度で辛くなるんで、はい、そのままもうビニールの袋を入れて凍結するんですよ。冷凍するんですか。冷凍するんです。それで娘のとこ送るんです。なんかそれ美味しそうですね。えらく美味しいですよ。ねえ、適当にこう水分が抜けて、今までは大体がサンマがね、尾鷲とかこの辺でも干物にしたいのが丸干しだった。大体そのやり方。ああ、そうですか。
結構あの内臓なんか残ってるからちょっとした苦味があってね、あ、そういうのいいですよね。美味しいですよ、魚好きにはたまんないっていうの。そういいなあまあだけどいつコロっていくか分かりませんもんね。そんなのはもうみんな一緒でしょもう考えてもしゃあないよね、今が良ければ。そうそう、あ、今来た、あ、すいません。いい、ありがとうございます。どうぞごゆっくり。ありがとうございます。1日8時間ぐらいですか。いやいや長いですよ、もっともっと長いですよ、体がついてくるんですよ。だってこう、ね、健康に良さそうですもん、動く、ね、こう空気とか、そう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 、環境が、そうですか。それじゃあまた伊地下第一ホテル神楽到着です。では失礼とします。うん？近づ。神宮式年遷宮、それでは部屋の方に行ってみましょう。
部屋は713です。オープンザドア、5階までしかないけど、3階で、あ、連絡してんだ。オープンザドア、東館、部屋は713です。うん、うん、どこだ？ランギットテラス。ランギットテラスってなんだ？ランギットテラス。ランギットテラス行ってみましょうか。おお、あれだ、これランギットテラス？東館7階。え、7?1、3、富士山カレンダー、大きいか小さいかご自分の目で確かめてください。富士山が見えるの？7階、713ってどこ？失礼いたします。迷子になっとったんだよね。ランニングテラスとか行ったらさ。部屋は713です。洗面台。7階は一番高いところですね。
はい、バスルーム、バスルーム、まあ歯ブラシとヘアブラシとハンドソープ、ドライヤー、ヘアは、ヘア12畳、そして加湿器、加湿器です。オープンザドア、浴衣とタンゼントタオル、そして寝具ですね。寝具、古事記、古事記、わお、あ、英語か。古事記が置いてあります。なんか部屋はもう暖かくなってますね。はい、お茶セット、網焼きエビせんべい、ロケーションはどうでしょうか。ロケーション、テラス、テラス、おい、ん？どうやって開けるのかな？どうやって開けるんでしょうか？あ、こっちもね。あれ？おい、オープンザドア。ただいまの時刻は2023年1月5日17時10分713の部屋からのロケーションです。食事は19時から部屋でいただきます。朝食はレストランです。こんなロケーション、維持加工ですかね。維持加工、空気がきれい、静か。またタイムラプスで朝日を撮る様子が撮れたら最高ですね。ここの照明は、照明、はい、照明、あれ？冷蔵庫、
殺虫剤ディファールコップ、これは何でしょうか、うん、ん、なんだ、うん、何でしょう、古い戸棚、何でしょう、皆さんご覧いただきまして誠にありがとうございました。いじか第一ホテル神楽さんナンバーワンでした。続きありますのでよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。